はい、こんにちは、カズボーです。サラダの国のトマト姫、続きやっていきたいと思います。前回ね、パセリックの森攻略しましたね、迷路ね。サラダ論とかね、農民族とかなんかそんなん戦いましたけど、あっち向いてほいね。はい、何かの建物の裏に出ました。ということで、今回ここですね。レジスタンスの基地って言ってたね。スタの絡まった建物です。壁のところに段ボールが積んであります。はいはい。調べる。あたり。建物、この建物がレジスタンスの基地のようです。ダンボール。日用品を入れていたダンボールのようです。ツタ。これはピンチヒツタというツタです。はい。レンガでできているようです。だいぶひびが入っています。話す。誰もいないようですよ。移動。中に入る。はい、基地の中の廊下です。見る。壁には所々ひびがあります。この廊下、街の真ん中を通っている通路です。誰もいないようですよ。移動。左。左側のドアです。見る。左側のドアです。基地のドアはどれもみんな同じように見えます。部屋に入る。鍵がかかって入れません。さて、じゃあどこ行こうかね。じゃあ、右。見る。右側の部屋です。調べる。ドアには鍵がかかっています。ああ、全部鍵かかってるね。ワイブいいんですか？勝手に入ったりして。ほら、鍵がかかってますよ。ですよね。じゃあ進むかな。移動。進む。正面のね、中から声が聞こえます。見る。ドアの向こうからざわめきが聞こえます。調べる。ドア。鍵はかかっていないようです。移動。部屋に入る。お。レジスタンスの待機室です。レジスタンス、たくさんのレジスタンスが待機しています。見る。4人のレジスタンスがいます。そんなことをしている場合じゃないようですよ。話す。何の用があってここに来た？俺たちの仲間ということを証明するものはないか？オニオンメダル。みんなにメダルを見せました。すると、これはオニオン王家の印じゃないですか？ということは、オイラたちトマト姫を助けに行くんだ。怪しいものじゃないよ。お、なんか人間っぽい人。あ、女の人がやってきました。調べる。オニオン王の娘です。名前はアップルリサと言います。リンゴか？見る。とても美しい人です。話す。遠いところをようこそ、トマト姫を助けに行かれるんですか？私はオニオン王の娘、アップルリサです。将軍が頭痛で苦しんでいるのです。また後で話をしましょう。遠いところをようこそ、ああ、一緒ですね。かきっぱち。親分どうしましょうか？叩く。親分、オイラにはこんな綺麗な人は叩けません。ああ、でしょうか。移動。戻る。話す。誰と話しましょうか？調べる。誰を調べましょうか？見る。目の前に、レワイカ少佐、同根大尉、ベウ軍曹、ルテスチュイがいます。話す。で、レワイカ少佐。武器庫の番人がワインがなくなったと言ってうるさくて叶わないんだ。無口な奴もいるってのに、そうそう、無口な兵士から何か話を聞いたかい？ワインがどうとかだって、武器庫の前。同根隊。洞窟に住む怪獣を倒すには爆弾がないと無理かもしれないな。米軍曹。カボチャ大王の軍隊には、モビル野菜スーツ部隊があるという噂だ。てんてんてん。なんもないか？話を聞いたかい？武器庫の前、武器庫の前って言ったね。見る。調べる。武器庫って多分どっちかだよね。
の中に入る。中に入れないね。もう一個戻んのかな。外出ちゃいましたね。武器庫の前、ゴミしか入ってません。おや、なんだ、お菓子の袋か。調べる。お菓子、中身は入っていません。褒めるとかかな。綺麗な人に目が褒める。ああ、さっき綺麗な人って人がいたね。この人なんかあんのかな。褒める。え、ありがとう渡す。使う、頭痛薬。頭痛薬で苦しんでるって言ったよね。渡す、頭痛薬。まあ良い薬をありがとう。早速使わせてもらいます。この薬はすごく効くんです。芳香野菜、左の地図、ワイン、浮き輪。何も言わないね。モビルスーツ部隊。武器庫の番人がワインがなくなったと言ってうるさくてかなわないんだ。渡す、ワイン。ああ、ダメか。ワイン持ってるよね。不真面目なレジスタンスの戦士です。元気なレジスタンスの戦士、同梱隊。冷静なレジスタンスの戦士、真面目な戦士。みんな同じ顔ですね。親分、誰が誰だか分かりますか。分からん。もう一回これ出て入んのかな。で、頭痛薬が効くと思うんだけど、どうなんだろう。どうもありがとうございます。おかげさまで将軍はだいぶ良くなりました。あ、そう、将軍だいぶ良くなりました。話す、変わんないか。出たりなんかすんのかな。先ほどのお礼がしたいので、将軍に会ってください。ロンメロン将軍です。やあ、さっきありがとう。君たちがトマト姫を助けに行く若者かね。君たちみたいな勇敢な戦士ならきっとトマト姫を救えるだろう。トマト姫が捕まっているカボチャたちの町はキャロット高原の先にある。行くときはピーナッツ村を通って行くと早いだろう。あ、そうそう、君にこのレジスタンスの紋章をあげよう。無事を祈ってるぞ。やったぜ。ということで、話す、ルテス中。ダメか。
渡す、使う、紋章。まあ進んだっちゃ進んだけどね。これで出ればいいのかな。中に入る、はい、部屋に入る。ダメか。将軍いたね。あ、入れた。あら、戦士様、リサさんが部屋に戻ってきています。話す。大切にしていたペンダントを探していたんです。手伝っていただけませんか？部屋を片付けた時にゴミを段ボールに入れて捨てたんですが。大切にしていたペンダントを探していたんです。手伝っていただけませんか？調べる。窓。パセリックの森が見えます。化粧台のぬいぐるみ、ベッドなどがあります。セロリの木でできています。普通のベッドです。可愛い玉ねぎ坊やのぬいぐるみです。化粧台。化粧品が載っています。その横に写真が置いてあります。写真。農民族の女の人が写っています。話す。変わらないね。農民族。変わんないか。ああ、まあ、外だろうね、段ボールの。右側のドアがアップルリサの部屋と。移動、戻る。調べる、段ボール。ゴミ使えても、おや？なんだ、お菓子の黒か。あ！何か光るものがあります。見る。調べる。光るもの。ペンダントのようです。取る。はい。ペンダントを拾いました。よっしゃ、やったぜ。ああ、先に進めましたね。移動。リサの部屋。黙って入っちゃダメだよね。叩く。あ、どうぞって言うんかな。話す。渡すか。そうはね、ノックできるね。叩くだったらね。なくしていたペンダントだわ。死の形見なんです。本当にありがとう。ところで大根伝説のことをご存知ですか？やはり知らないようですね。この国に勇者が出てきたとき、大根というモビル野菜スーツが現れると言います。すげえな。化粧台写真。おやぶん、リサさんって本当に綺麗ですね。返事が聞こえました。まあ普通はこうでしょうね。戻る。移動。左。あっ、話す。ウィーク、ここは引く。大事な部屋だから誰も引く入れないよ。おやぶん、どうしましょうか。渡す。ワイン。お、すまね、引く。これは引く大好物なんだよ。話す。どうもありがとう、ヒク。本当にありがとうよ。移動。部屋に入る。ああ、ダメか。酔っ払いのブドウがいます。ブドウはかなり酔っ払っているようです。ブドウ酒だね。話す。どうもありがとうよ。褒める。綺麗な人でもいれば褒めますけど。渡す。使う。サラダ酒、紋章。なんかないかな。こう一回戻るのかな。で、待機室前の中に入って、ブドウにワイン渡したからね。話す。
ワインがなくなったと言ってうるさくてかなわないんだ。なんかないかな。いやー、将軍に会えないか。なんだろうね、この人話すよね、多分ね。もう一回行ったら変わるかな。ちょっと一通りもう一回やってみようか。さっき廊下でブドウがとても喜んでいたわ。向かいの部屋にはたくさん武器があるので好きなものを持って行ってください。ブドウには話してあります。向かいの部屋のドアの鍵は開いてありますよ。あ、やったぜ。ありがとう。ちゃんといいことをするといいことをやってくれるというね。話す。さっきありがとう、ヒック。話はリサさんから聞いたよ。ヒック、鍵を開けといたからね、ヒック。移動、部屋に入る。やった。ミル。ナッツボム、ビートサーベル、サヤインゲンボム、黒豆の大砲、遠藤機関銃などがあります。取る。ナッツボム。ナッツ爆弾を取りました。あとは、ビートの剣。ビートサーベルを身につけた。しかし攻撃力は上がらなかった。役に立たないので取りません。インゲンボム。サヤインゲン爆弾を取りました。黒豆大砲。あ、腰が。やはり持てませんね。機関銃。持ち運ぶにはちょっと重いのでやめましょう。じゃあいいのかな、これで。話す。無口な兵士から何か話を聞いたかい？お。無口な兵士。話聞けんのかな？移動。まあ、ある程度取ったからね。話す。お、大根のことをリサさんから聞いたかい？ピーナッツ村に知っている人がいるらしいよ。この先の入り口からキャロット高原に行けるよ。ピーナッツ村は高原の先にあるよ。じゃあ行こうか。ピーナッツ村だって。ねえ、またなんか新しいんでできたね。じゃあ、アプリリサに会おうか。まあ、なんもないよな、多分。ねえ、リチギにね。もうお別れですの、寂しいわ。褒める。そんなこと言ってくれたのはあなたが初めてだわ。トマトミの子よろしくお願いします。やったぜ。カキパチ。町へ戻るんですか？おいらはここに残ります。親分一人で行ってよ。痛いな。わかりましたよ。行けばいいんでしょ。行けば。叩く。写真。あ、何するんですか？写真立てが落ちて裏からもう一枚写真が出てきました。お、オニオンとトマト姫が写っています。二人とも幸せそうに笑っています。写真なんかありそうだね。手が痛くなったでしょう。何するんですか？写真たちが落ちて裏からもう一枚写真が出てきました。オニオン王とトマト姫が写っています。まああんなもんかな。じゃあ出ようか。移動、戻る。なんか久しぶりに会うと忘れるよね、これね。移動。村への抜け道。あ、やったぜ。はい。重たいから使いそうもない持ち物捨てちゃいました。ということで、レジスタンス、ね、クリアしましたね。アップルリサ。はい。
ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回はそのピーナッツ村ですかね。まあ、どのようなことか間違えているでしょう。なんかいろいろ武器取ったね。なんか使えるかもしれないですね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。わお。ここはピーナッツ村です。ピーナッツの夫婦が泣いています。向こうには村の家が見えます。あら。ピーナッツ村の広場に来ました。つまみが欲しいの。この頃は目も歯も弱ってお酒だけが楽しみなんじゃ。